この先にね展望台があるって書いてあったんだけど、なんかすごいやぶなんだけど、熊出没注意も出てました。誰もいないので熊の格好の餌になりそうです。まあ本来クマは人は食べないんですけど、なんかでも人を襲って食べたらそれが病みつきになるらしいですよ。あった、ありました、展望台。もう普段から歩かないからこれぐらいで息上がってしまう。展望台です。こんな感じ、上がってみますよ。どうでしょうか、見えますでしょうか。風力発電、いや風力発電、滑舌が悪い。季節になると花畑になるそうなんですけども、今はねちょうど、その羽ばたきらしくて、花はないんです。おかげで、他のねお客さんもほとんどいないので、のんびりできます。あ、確かにこれはここ一面が花畑だったらすごい綺麗な感じがしますよね。はい、熊というよりかはなんかイノシシのちょっと気配がしますね。気配っていうかイノシシがいる感じがします。あちこちにね穴こう掘ってあるんですよ。こういうのはイノシシが、餌をね漁った跡なんですけども、まあ昼間は出てこないでしょうけども、